はい、皆さんこんこにちは松本たみです今日はですね生活の中でできる麻痺のリハビリというお話をしようと思いますこの番組ではですね介護現場で役立つ情報みんなで一緒に考えたいことなんかを挙げていますのでよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、えー、脳梗塞の麻痺があるとですね 良い方の手を使って生活することにあまりにも焦点がいてですね悪い方の手が無視されてしまうあるいは拘縮を作って硬くなってしまうなんていうことが。 よくありますので、えー、生活の中でできることはですねやはりまず清潔を保っててあげほしいんですね、えー、手のひらなんかがグッと握ってしまうとか脇の下がグッと閉じてるね汗が溜まって赤が溜まって不潔になってしまうというようなことがありますので生活の中で清潔を保つっていうことをまず考えていくっていうことあるいは無視してしまうっていうことがあってですね 無視してしてまううとということがあるのでその手をですねやはりテーブルの上に乗せるっていうような形でその方の視野の中にちゃんと置いていくっていうようなことも非常に大切かなと思いますちょっとした工夫でですねどんどん硬くなるとかね、えー、不潔になっていくっていうことが防げますのでそういったアプローチもおすすめですあとですね手の麻痺はですねじゃんけんで検査 していいいたただらなと思いますね、えー、グーパーチョキっていうですね、えー、手の動きをしていただくとですね麻痺の程度が分かりますね、えー、リハビリテーション学的にはですね、えー、麻痺の程度っていうのは6段階に分かれますブルーンストロームステージって言ったりしますけれども、えー、そこまで細かに検査はできなくても。 えー、グーチョキパーというのをしてもらうっていうのを是非ね生活の場でしていただくといいかなと思うんですね。はい、で例えばグーした状態でグッと硬くなってるっていう方はなかなか麻痺の程度としては重いですね。 はい、麻痺の程度としては重くて、えー、これがですねちょっとでもパーというね、えー、関節運動が出てくるっていうことが麻痺の程度としては少し軽度になってきますただグーとパーだけはですねこれはまあ素大運動といいましてやはりえー、っと動きとしては低,低次元の動きになるんですねはい。 えー、これはまあ、共同運動と呼ばれています、えー、ブルーンストロームステージで言うと3というような、えー、真ん中あたりの程度だという風うな評価ができますねでこれにですね、えー、チョキができてくるとですねこれは分離動作と言いますはい、チョキを見ていただくと分かるんですけれどもある指は曲がっていてある指は伸びているということになりますので、えー、手の動きとしては 複雑なな動作なんですね、はい、ですのでチョキができるよという方はですねあこの方は分離動作ができているので実用的な生活動作に使っていけるかもしれないというふうに考えるんでですね申し送りで麻痺があるってて聞いてですね。 その後ですね全く使えてない生活の中で使えてないなんていうことがあります施設の中でそれではもったいないですのでチョキができるまでの手であれば何か生活の中で使っていただけないかなというふうに考えていってみてくださいこの番組で紹介しましたですけどもペンフィールドのホムンクルスっていうねコビトの図なんですね 体の各部分が脳でどれぐらいの面積を占めてるかっていうのを調べてえ書き上げられた図なんですけれども、見てください。手がものすごい大きいですね。はい、えー。脳で指っていうのはものすごい面積を占めてますので、指をしっかり動かすっていうだけで脳が活性化するというふうに考えていいわけですね。はい。あるいは唇も大きいです。舌も大きいですので、唇や舌をしっかり動かす。離すね。 えー、あるいは歌う食べる味わうなんていうような生活の中でお出来になることをしていただくことで脳機能が非常に活性化するということをこの番組でもお伝えしましたですけれどもやはり指ねこの存在感は非常に大切ですので指がですね脳に占める面積を知るとですね指をしっかり動かすということは非常にいいリハビリになるんだということが意識していただけると思いますね。 えー、麻痺がある方っていうのはですねもうあの諦めておられて自分でもねいい方の手だけで生活しよう生活しようとされてる方がいらっしゃいますでその方にね口でですねあの悪い方の手も使いましょうねって言ってもなかなか使っていただけないんですけどちょっと工夫するんですね。例えば両手が必要な動作 ありますよねこの方はね左手を全く使われなかった方なんですねもうあの麻痺がして駄目だ病気になって駄目だって言ってですねあの頑固に使おうとされない方だったんですけれども、えー、こういういけばななんかでですねハサミを持ってもらって、えー、どうしてもこう茎を押さえないといけないねそれどうしてもの時はね、えー、その真下側の手がですねスッと出てくるというようなことがあるんですね。はい でそれでしっかり使っていただくというようなことがあります。えー、ですので、自然生活の中で自然と両手が動くような動作っていうのをたくさん考えていただくといいのかなと思います。例えばこのようないけばな。 ねえー、あるいは、えー、っと物を畳むような洗濯物を畳むような動作も両手が出てきますね食事動作でお茶碗とお箸両手が出てきますよねあるいはちょっと大きなボールをほいっと投げてパッと掴かむ、ねえー、これも両手が出てきたりしますね、えー、そういうふうに自然と両手が出る動作っていうのをね軽度の麻痺がある方にはですね、えー、どんどん生活の日常の中で準備していただくことで。 自然と両手が使えてきたというような方もいらっしゃいますので、えー、そこはですね生活の中でどん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 皆さんの方で工夫していただけるといいかなと思いますはい今日は以上ですありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いいたします